クエストジョイントエアロックモジュールクエストは国際宇宙ステーションの最初のエアロックである。アメリカの船外活動宇宙服とロシアのオーラン、宇宙服のどちらでも船外活動を行えるように設計された。クエストが取り付けられる以前はオーラン宇宙服を使うロシアの船外活動はズベズだからしか行えず、船外活動宇宙服を使うアメリカの船外活動は スペースシャトルがドッキングしている時だけに限られていた。2001年9月16日にピアースが到着し、オーラン宇宙服での船外活動ができるエアロックが備わった。クエストは宇宙服と機材を格納している装備ロックと宇宙飛行士が宇宙に出ていくクルーロックの2つの部分で構成されている。 スペースシャトルのエアロックが元になっているが、エアロック使用時の空気の喪失を大幅に抑えるため、空気回収ポンプが装備されている。クエストは2001年7月の STS-104 でユニティモジュール原の共通結合機構に取り付けられた。船外活動時にハッチを開くことで、少し喪失する空気を ISS 内へ補充するために、 クエストの外部には4機の高圧ガスタンクを備えている。2機は酸素で2機は窒素である。構成要素も調整も接続も異なるため、アメリカの宇宙服はロシアのエアロックであるピアースに適合せず、クエストが必要となった。クエストはどちらの宇宙服でも使える機材を備えるよう設計されていたが、ロシアの宇宙服を使用するために必要となる機材が取り付けられていなかったため、 利用可能なのはアメリカの宇宙服での船外活動だけであった。そのためアメリカの宇宙服に問題が見つかり、急遽ロシアの宇宙服を使うことになった第9次、長期滞在のクルーはクエストから船外に出ることができず、ピアースを使ったため作業を現場まで行くのに遠回りが必要となった。結局、クエストからロシアの宇宙服を使った船外活動は実施されず、 現在でも、米国の船外活動はクエストを使用し、ロシアの船外活動はピアースが、ロシアの新しいエアロックとなるを使うことで、住み分けされている。宇宙服を装着する低圧環境下での減圧症を防ぐためには、血液中から窒素ガスを排除しなければならない。このため宇宙飛行士が船外活動の前に、体内の血流中から窒素を排出するために酸素を、 呼吸するプリブリースという手順が必要となる。この手順は徐々に改善されており、当初はエクササイズしながら酸素を呼吸すると窒素の排出が早まることから、エクササイズプリブリースが使われていた。その後、エアロック内をに酸気圧に減圧して一晩過ごすことで、翌朝の作業開始を早く行えるようにした、キャンプアウトプリブリースが導入された。二千六年四月に、 第12次長期滞在のコマンダー、ウィリアム・マッカーサーと第13次長期滞在のフライトエンジニア、ジェフリー・ウィリアムズは、クエストのエアロックで一晩キャンプアウトして船外活動に備える新しい方法をテストした。エアロック内の気圧は通常の14.7プシーから10.2プシーまで下げられた。この方法に比べると船外活動に備える以前の方法は、 体内から窒素を一掃して減圧症を避けるためには、純酸素で呼吸しなければならない時間が長時間であった。二人が眠りについて4時間後のエラー音で完成感が中止を宣言したが、テストには成功したとみなされ、以後はこの手順が使われた。2011年の STS-134 の第3回船外活動からは、アイルという新たな手順が導入された。 これは宇宙服を装着した状態で手足を軽く動かすだけの簡単な手順であるが効果的にプリブリースを行えるようになり STS-135 の船外活動でもこの手順が使われたエアロックとタンクのシステムはアルミニウム製でボーイング社によりアラバマ州ハンツビルにある NASA のマーシャル宇宙飛行センターでテストされたありがとうございます